どうも、自然史チャンネルです。ただいま熱帯植物園に来ております。これはアカリファヒスピダという、紅ひもの木でございます。今が見ごろになっています。すごいでしょう、植物がいっぱいあるところですよ。南伊豆の熱帯植物園でございます。こちらなんかバンネーネがバンネーネがあるしね、いっぱいカチカチカチ、今ね、ポトスもね、やっぱね、ポトスっていうのはね、下に行くほどね、葉っぱがちっちゃくなるんだけど、上にこう行くと葉っぱが大きくなる習性があったりとかするので、こういうの面白いですよね、やっぱりね。いいとこだな。いいね、わすごい、全部覆ってます。こういうところもあるんで、ぜひ皆さん伊豆へ遊びに来てください。じゃあ。